新空港選挙。今回は私の考察を話した後に時間が許す限り皆さんの考察を紹介したいと思います。完全に理解しました。山猫は KSBC の岩月美代です。以前どなたかが岩月が山猫とコメントしてくれてましたね。そうです。岩月が山猫です。今回北見が山猫と発表されました。しかし、大河が北見は山猫じゃないと言いました。 絵画が何を見てそう思ったのかは分かはりませんただ、このことで前提条件が崩れました。前提条件とは、山猫が1月13日に空港にいることです。青鬼マトは、北見の秘書、茂テ木から話を聞いて、あの暗号を作りました。茂テ木が山猫が1月13日に空港に来ると思っていたのは、北見が山猫だと思っていたからです。 だから、青鬼山とはあの暗号を作ったのですが、それはすべて、モテギの思い込みです。ということで、考察は振り出しに戻ります。しかし今回、山猫は、陸ツ哲夫で、現在は二代目になったことが明らかになりました。これで、年齢の制限もなくなります。じゃあ、誰でも候補になるのになぜ岩月なんだ、と言ったら、状況的証拠しかありません。その状況的証拠というのも、綾部に指示ができた人ということだけですけど、 あやべとどうやって電話していたかですが、コメントでもいただいた通り、打った文字が音声になるようなソフトを使ったのでしょう。メタ的な考察をしちゃうと、白石聖さん、キャストの3番目に名前があります。人質以外だと本庄という可能性もありますが、本庄は私は犬だと思います。犬に関しての考察は後ほどまた話します。 もともと1月13日にあの空港にいて条件が当てはまる人は消去法で誰もいなかったので武蔵健一だと思っていました。条件が変わって武蔵健一が山猫ではない場合武蔵健一は何者なのでしょうかここで以前提唱した武蔵健一微版説を持ってきます。武蔵健一は横浜市役所の土木事務所で勤めていました。 本当に別班や公安のように内定していたのか、それとも普通に勤めていて不正に気づいたのかはわかりません。とりあえず、初代山猫、陸津哲夫の不正に気づいて、それを暴こうとしたのではないでしょうか。しかし、暴こうとしたことが山猫にバレてしまい、これから大立ち回りをして殺されてしまうんだと思います。もともと私の考察では、武蔵健一は神奈川新空港の隠されたフロアにいると思っていました。 じゃあ今度は神奈川新空港にあるであろう隠されたフロアには何があるかです。これは6話の直後考察動画で言った原発からそんなに変わっていません。隠されたフロアには発電システムがあるんだと思います。ただし発電システムは原子力から変わりました。ここで出てくる M プロジェクトです。何かよくわかんないですけど、2014年に発見されて、2018年に採取が成功。そして2030年に実用化を目指しています。 何かその物質はすごいエネルギーを秘めてるんだと思います。M がつくのですごいエネルギーを秘めているのでパッと思いつくのはメタンハイドレートですけど。それでこっちのファイル名は C です。メタンの化学式は CH4 です。ここから推測するとメタンっぽいです。でもここでメタンハイドレートが危険って言っちゃうと風評被害がすごいので未知の物質にすると思います。 とりあえずこの M プロジェクトでは2030年に発電システムの実用化を目指しています。実用化ということはその前に実験しなくてはなりません。その実験場が神奈川新空港なんです。でも別に未来の発電システムでクリーンなエネルギーならいいじゃんってなりますよね。しかしそんなうまい話はなくきっと原子力よりやばいシステムなんだと思います。だから獣たちはそれを明らかにして止めたいんだと思います。 さて、その獣たちでまだ明らかになっていないのは犬です。その犬は誰かと言ったら、私は本庄だと思います。今回もサブローが山猫にたどり着いたことが、すぐさま獣に知らされました。駿河がハッキングで知ったのではなく、メールで知らせが来ました。ということは、やはり警察内部に犬はいます。相関図の中で岩月が山猫だとしたら、本庄しか残っていません。そしてメールアドレスが迷子の子猫ちゃんです。 こちら以前考察いただきましたが犬のおまわりさんです。犬のおまわりさん警察ということで本城が犬です今回大和が「本庄警部補あなたは誰と戦ってるんですか?」って言ってましたこれは本庄が犬で山猫と戦っていることが分かっているから発した言葉ではないでしょうかさてそんなこんなで来週ネズミ大河が武蔵優子の罪を明らかにしろと言っています この罪というのは今までの動画で話してきましたが、大河は新見大河です。罪とは新見桃花を後回しにして死なせたことです。ただ、順番を勝手に変えたのは外科部長の田中です。優子はそういうことは何も知らずにただ治療しただけなので完全な八つ当たりです。大河はそこら辺知ってるんですかね知ってたとしたら田中を拉致せずに優子を拉致したのはちょっと卑怯です。だから多分知らないんだと思います。そして、大河で気になることがあります。 猿があいつは抜けたはずじゃと言っていました。大ガは拉致した人を殺そうとする凶暴な一面を持っています。ここら辺の話が以前考察でいただいた十二子の獅子の話に似ています。獅子の話に絡めてるんだったら大ガじゃなくてレオンにして欲しかったですけど、とりあえずあいつ抜けたはずじゃって言っていたので抜けたとしたら11人です。大ガはネズミの仮面を持っているけどネズミとしてカウントされてない可能性があります。 まあ別にネズミが抜けて11人で選挙しててもそれはそれで別にいいんですけどまあ今回は真のネズミがいると思って考察したいと思います怪しいのは大病院選挙でも人質となり新空港選挙でも人質となっている森崎ですよね公式でも森崎を取り上げていますでも今回森崎解放されてしまいました森崎は関係するんだかしないんだかよくわかりませんもしかしたら次への布石かもしれません それで今回解放されなかったのはニワセです。だからもし大河の代わりにネズミを補充していたとしたらニワセですかね。私としてはニワセが獣だとしたら牛が人質になった時何もできなかったのでちょっと無能すぎるなって思いますけど。ニワセが竜と蛇と三姉妹説があるんですけどどうですかね。今回竜と蛇が双子であることが明らかになりました。竜と蛇は共に30歳です。ニワセも公式ホームページでは30歳です。 姉妹だとしたら、年子ですかね。もしくは、青鬼は双子だと言ってたけど、実は三つ子だったとか。まあまだ復讐される立場の人間っていう可能性もありますけど。あと、龍と蛇と山猫の関係がいまいちまだよくわかりません。序盤で完全に理解したって言っておいて、全然理解しないんですけど。龍が北見の前でお面を外した時、北見は背筋を伸ばしたような気がするんですよ。だから、知り合いなんでしょうね。 竜と蛇が双子ちとしたら、サクランボのヘアゴムは、両親からの最後のプレゼントとかですかね。だから、犠牲になったのは両親とか。まとめとしては、山猫は岩月、犬は本庄。空港の隠された秘密は、新しい発電システム。武蔵優子の罪は、新見桃花を後回しにして死なせたこと。これは合ってると思います。それではここから、時間が許す限り、いただいた考察を紹介したいと思います。 コメントで変わった考察いただいたので紹介します。捜査資料等から、天童美香は1968年8月21日生まれ、武蔵健一は1969年10月1日生まれなので、大学に行っていたとしたら、天童と武蔵は大学の先輩後輩の関係だったかもしれませんね、という考察いただきました。要約しちゃいましたが、考察いただきありがとうございます。その可能性はありますね。ただ、天童はこれから出番があるでしょうか 7話放送前のですが、こんな考察いただきました。犬は泉。鬼の生みの親で山猫の計画のせいで旦那が死んだのであれば、獣になってもおかしくない。プラン B に変わったことを人質になった時に伝えられた。山猫側、岩月、本城、和瀬。獣の計画、操作の邪魔をするように指示されている。山猫、双葉。 武蔵家が山猫のリーダーで親が亡くなり、世襲したのが双葉、健一は抜けたいと言い出したので消された。という考察いただきました。ありがとうございます。世襲のあたりは、今回初代山猫が陸つ哲夫だったので、ちょっと変わってくるとは思います。それで、旦那が死んだのはプレミアムパナケイヤ号でウイルスに感染したせいなので、山猫のせいではないんですよね。山猫があの船でパンデミックを引き起こしたわけではないので。 そして、プラン B に変わったことをこの時に話したと言いますが、メールでやり取りしてるんですよね。メールでプラン B に変わったって言えば、済む話ではあります。そして、本庄が山猫側ということですが、本庄はどっちかというと、進んで捜査をしています。双葉が山猫の可能性はまだあります。次は、岩月に関してこんな考察コメントいただきました。あと2時間で7話が放送されますが、放送前に岩月に関して最大の疑問があり、コメントしました。 それは5話で大久保警備部長が捜査本部に来たときに、武蔵も島も大久保のことを見たことがないのに、岩月だけが大久保警備部長と名指ししたことです。島も岩月と同じなら、島は大久保の顔を知ってるけど、初対面の感じがしました。そして獣側が大久保が指揮を取ってると言ったときに、鳥の茂原が丹波に知ってるのと獣側も全く知らなかった。 アジトでリストまで作る獣側が、もし岩月が犬なら山猫側の大久保を仲間たちにも伝えるはずだと感じました。という考察コメントをいただきました。ありがとうございます。すごい細かいところまでよく見ています。私も大久保は山猫側だと思うし、岩月が山猫だと思うのできっとそうでしょう。そしてここからちょっと別件ですが、私がいただいた考察をバッサリ切っていることをあまり心よく思っていないコメントをいただきました。 バッサリ切ってるっていうか結構気を使って論理的に考えて違うんじゃないかなって言ってるだけなんですけどそのことについて聞いたらいろんな考察聞きたいという声が多かったのでこれからも紹介します YouTube のアカウントを見られるのが恥ずかしいという方もいるかもしれないので書いたコメントを画像にして貼ることはしませんもし紹介してほしくない場合はコメントに紹介しないでくださいと書いてくださいその場合はコメント返信だけします ということで、新空港選挙第8話も楽しみですね。ここまで見てくださった方は高評価よろしくお願いします。また新空港選挙の考察動画あげますので、気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。公式 LINE やってます。気軽に LINE 送ってください。仲良くしましょう。LINE Pay や PayPay、天城阜で投げ銭してくれると嬉しいです。メンバーシップも始めました。最安値の90円で、メンバーシップ100人超えたら限定動画など考えたいと思います。 この動画は、んごみっくがお送りいたしました。最後まで見ていただきありがとうございます。今日も幸せな一日を。